こんばんは、黒坂の龍です。夏です。はい、はい、じゃあ今日の企画は、はい、今日の企画は湘南ベルマーレ戦力勉強会。はい、はい、この企画はですね、オフィシャル2022年シーズンに向けて、うん、まあ、各チームの戦力をこう勉強していこうという企画になっております。はい、はい、でまあ、来年もね、うん、こうやって YouTube でサッカーのことやっていくと思うので、はい、まあ、しっかり今シーズン勉強して、うん、まあ、来年つなげられればなというふうに考えております。はい、はい、でこのチャンネルですね、今、4月に向けて、はい、チャンネル登録者数5000人目指して頑張っておりますので、はい、湘南ベルマーレのサポーターの皆さん、はい、ぜひチャンネル登録よろしくお願いします。お願いします。高評価もお願いします。お願いします。コメントもぜひよろしくお願いします。お願いします。はい、はい、で企画の方に戻ってまいりましょう。はい、湘南ベルマーレですね、はい、まず昨シーズンの、振り返りからしていきたいと思います。はい、2021年は16位ですね、はい、7勝16分け15敗、はい、勝ち点37で36得点41失点、はい、得失点差はマイナス5でおります。はい、やっぱり2021年シーズンはね、うん、シーズン途中に浮島監督からですね、うん、山口監督に交代になりまして、はい、うん、まあ、こう残留を争う、まあ、苦しいシーズンとなったわけですけども、はい、まあ、最終節でなんとかこう序盤残留を決めたというところで、いや本当でも根性を見せたよね、うん、やっぱりこうなかなか、まあ、僕たち動画にしたじゃないですか、最終節こうデータで見るみたいな、うん、でやっぱりこう湘南、清水、徳島でどうなるってなったけど、うん、やっぱり最後は決めてくれましたね。湘南はね、もうなんかもういつもこの人間のところでこう、うん、勝負強さを見せるようなイメージがね強いけどね。いやそうね、うん、いや本当になんかうわこの試合に関してもそうやけど、うん、こんな苦しい試合を勝っちゃうんだとか、うん、こんな苦しい展開引き分けに持ち込むんだみたいな湘南のイメージあるよね、うん、だからそういうところはあるんで、うん、もっと逆に楽に勝てる試合と勝ちにつなげられれば、うん、順位ポコンって上がるのになっていうイメージは僕は湘南にある。はい、まあ、今回はまあギリギリ残留を決めたんですけど、うん、まあ、来シーズン、まあ、2022年シーズンはやっぱりこう楽に、ね、うん、残留どころか注意を目指せたらなって多分チームとしては思ってると思うので、はい、まあ、そこを注目していきたいなと思います。はい、じゃあ移籍情報いきたいなと思います。まずじゃあインの方からですね、はい、インこちらになっております。ドン。はい、結構取りましたね、はい、12名、はい、多いね、平均より上です、うん、クロスと調べては、はい、はい、じゃあ気になる選手をね数名上げていきたいと思います。はい、1人ずつ上げようか。じゃあ僕からいいですか。はい、僕はやっぱり若手が好きなんで、うん、FC シオンから復帰した若月選手ですね、はい、まあ、ベルマーレ入団からしてすぐ海外に行ったっていう、うん、逸材ではあるんですよね、うんうんうん、ただやっぱ FC シオン2年間いた中で、はい、まあ、出場試合が16か17かな、はい、であんまりこう出場機会はすごく得られたわけじゃなくて、まあ、多分本人としても悔しい思いをして湘南に復帰してると思うんで、うん、ここでまた一つ J リーグでドカンと、うん、いや J やったらこんぐらいできますわ、はいはい、また海外行かせてくださいよぐらいの活躍を見せてくれたら嬉しいなと思うし、はい、うん、やっぱり昨シーズンなんかどうしてもやっぱりこうウェリントンのこう高さ強さで得点決めるシーンが多かったので、まあ、こういう日本人フォワードがしっかりこう湘南を牽引してくれたらなというふうに思います。はい、はい、気になる選手いますか。気になる選手は、阪南大学高等学校から、入団した鈴木選手。おわ、はい、高校生、はい、若手攻めるね我々、はい、まあ、なんかでも今シーズンちょっといい見ると結構ね大卒、ね、高卒ユース上がりの選手が多いかなってイメージなんですけど、まあ、ちょっと後でも取り上げるんですけど、まあ、ちょっと、ね、湘南としてはね、まあ、得点力っていうところがもう足りてないって言われてるところなんで、まあ、鈴木選手は、まあ、選手権ね、全国大会でも3試合で7得点っていうところで。まあ、見てましたしね、我々もね、うん。いや、かなりね、1試合で5点決めたから。うーん、荒稼ぎしてるやん。まあね、プリンスリーグで、ね、関西でも12得点、得点王っていうところで、こういう選手を多分湘南としては待ってましたっていう。すごいね、プリンスで12得点はすごくすごい。うん。素晴らしいね。まあまあ高校生っていうところで、まあ、こんだけ決めてるんで、うん、J リーグでもやれるんじゃないかっていうのはね、1年目でもね、はい、爆発する予感はしてるんで、ネクストアレビーだろ。いや本当に我々大好きな、ちょっと注目してます。いいね選手には、うん、なんかやっぱ
なんか最近やっぱ荒木亮太郎がさ、うん、シーズン入団して速攻結果出したんで、うん、やっぱ高卒でこう得点、うん、攻撃の選手になると、うん、やっぱ2桁ゴールとかって期待したくなるよね、うん、こちらとしても。そう、なんか鈴木選手はなんか本当に今シュートももちろん上手いんだけど、やっぱフォワードとして大事なところにいるなって、こここぼれてる、いい、ね、鈴木選手いるなみたいな、好き、高校、ね、選手権見たらちょっと思った。いやー、うん、好き、そういうフォワード、うんうん、こうなんか飛び抜けてじゃなくてね、うん、こうしっかり なんか俺決めてますみたいなフォワード好きなのよ、うんうん、佐藤久人みたいな、まあ、しっかりいるべきとこにいる選手、大事なフォワードですよ、うん、しかも湘南とかってやっぱりこう、うん、最後そうやって待ってて決める選手大事だと思うんで、うん、一人で運んでっていうよりはね、うん、最終ここで待っててしっかり決めます、うん、大事だと思う。はい、はいはい、じゃあ次アウトの方行きましょう、はい、アウトこちらになっております。ドン、はいはい、僕もねちょっと気になった選手を数名挙げさせていただきましょう、はい、うん、僕がすごく悲しかったのは名護慎太郎、鹿島に復帰ですね、はい、そうね、やっぱそこ名護選手はね一緒、うん、まあ、名護選手、まあ、僕はまあ石原選手かな。あ、石原選手がちょっとアウトっていうところで、兄貴、あ、まあ、兄貴っていうことで渋かったもんね。いや、僕やっぱこう昨シーズン、うん、あの試合直接見て、うん、湘南の試合生で見た時に、うん、上手いなと思ったのが名護慎太郎選手間違いだったので、うん、やっぱりこう中盤の中で、うん、まあ、ディフェンスもできますし、うん、やっぱ攻撃で違いを作れてるイメージはやっぱ名護選手にあったんで、うん、まあ鹿島ね、復帰は、まあ、まあまあいずれ来ることとは分かったんですけど、うんうんうん、なんか悲しいなっていうイメージですね、うん、はい、なので石原選手ベテランね、はい、決めるところでしっかり決めてくれてたイメージあったんで、まあ、昨シーズンはねあんまりゴールゴールっていうのがなかったんですけど、うん、まあね、やっぱベテランのね職人さんだからね、悲しい、うん、追ってほしかったなっていうところはあったけど、まあ、一人忘れてない、はい、秋元選手。秋元。これが兄貴よ。兄貴。引退か。俺ツイッター見て、夏に速攻言ったもん。そう、秋元選手ね。引退よっつって。悲しいね。なんかやっぱりこうベテランの引退って悲しいね。うん、なんかグッと来るものがありますね。そうね。なんか俺らの中で秋元選手ってなんかね、なんかイメージ強かったよね。湘南のゴールキーパーだしだね。まあ、イメージ強かった。多分 J1 上がってすぐぐらいでずっと秋元選手やってんから、うん、で、なんか俺そのイメージあって、うんうん、なんか、パリンセーブよくするイメージね、うんうん、勝手に。いかついしね。そう。ね、見た目はヤクザなんだよ。大好きやったね、うん。なんか、勝手に秋元選手の名前よく出てたよね。うん、そう。また秋元選手が。また止めたっつって。ね、いやー、悲しいっすね。はい。はい、まあまあ、新しく入った選手もいますのでね、うんうんうん、まあ、流れはあるというところで。はい。はい、じゃあ、予想スターティングメンバーいきたいと思うのはこちらですと、はい、はい、はい、まあでも、あんまり変わってないのかな、やっぱり、うん、1個ずついきましょうかね、はい、ゴールキーパーは谷、はい、イケメン、はい、はい、で、ディフェンス右から石原、大井は山本、はい、で、中盤右から、あ、フォーメーション3-3-2-2ですね、はい、はい、中盤で右から岡本、田中、高橋、はい、で、通称駐車場に山田と瀬川はただ車止めただけや、最近噛むね、通車道に山田と瀬川、はい、で、ツートップはウェリントン、町野で予想しております、はい、うん、ダゾーンみたいな感じだね、予想しております、はい、いいよね、うん、はい、で、まあゴールキーパー谷、これ延長できてよかったですね、よかったね、一番でかい、本当に、うん、このままかっさらおうとしてないよね、まあでもガンバはほら東口選手がいるから、そうそうそう、あ、まあ湘南としてはラッキーって感じだよね。いやもうこのまま仮パクしたくてしょうがないやろ。いや、そりゃそうやろ。チームとしても、うん、サポーターとしても、うん、仮パクしたくてしょうがないんだよ。まあまあ、あとは谷選手、海外も行ってるじゃない。まあそれも言ってほしいね、うん。いや、面白いですね。で、チーム、はい、まあディフェンスラインもね、3枚、もうそのままで来てますね、うんうんうん、そのままっていうか、あの新加入はなしですね。そうね。まあ、そういう意味で言うと、やっぱ、替えが効かないよね、うんうん。湘南のサッカーにおいて、やっぱりこう、はい、湘南のディフェンスってフィジカルだけでしてるわけじゃなくて、うん、やっぱりこう組織として守ってるから、うん、石原選手とか多分身長としてはそんなないんですけど、うん、まあ、ディフェンス引っ張ってくれてるっていう意味では、うん、なかなか替えが効かない選手だと思いますけど、はい、あと注目はあのシャドウに入った瀬川選手ですね、はい、まあ、どこで使うのかっていうところで、うん、そこはね、ちょっとあんまり予想できなかったんですけど、ね、うん、難しいところではあったんですけど、はい、まあ、フォワードは結構ね多いじゃないですか、そう、うん、なるとやっぱりシャドウの位置もうできそうな感じがあるので、そうね、瀬川選手はシャドウで予想ですね、
フォワードはやっぱりウェリントン外せない。ウェリントン外せない。フォワード外せない。まあ分かる。実際昨シーズンウェリントン途中からさ加入したじゃん。うん、でもやっぱ結果出したし、うんうん、まあ、やっぱり最後の最後まで、うん、ウェリントンって脅威であり続けたから。だってヘディングでペナ外から飛ばしてなかった。そう、ヘディングでボレーシュートね。弾道おかしいよ、ね、ふわふわふわってしたボール頭に当たってピョンって。ヘディングのもうね威力じゃないないよね。ウェリントン選手は今年もやっぱあの継続してね、うん、多分、うん、まあ得点源になっていくんじゃないかなと思いますけども、はい、うん、だ結構やっぱ湘南は、うん、みんなこうある程度みんな同じぐらいのことができるから、うん、結構ポジションとかもやっぱ入れ替わることがね昨シーズンのやっぱスターティング見ても多いからちょっと予想しづらかったんで、確かにちょっと湘南のねサポーターの皆さんよかったらちょっと来年はこうだろうみたいなところがあったら教えてください。はいはい、やっぱあの中心に今いる田中選手ですね、うん、めちゃくちゃうまいやん、うまい、めちゃくちゃうまいがゆえに、うん、今回新加入で取った米本選手とか、うん、はい、長木選手とか、うん、どこで調子が出るのかな、贅沢やな、まあ、贅沢やね本当に、うん、まあ、例えば、まあ、米本選手とか多分ディフェンスもできると思うから、うん、まあ、ディフェンスラインに入ったりとか、うん、まあ、長木選手も、うん、まあ、本来どっちかというと田中選手のポジションやけど、うん、1個前、ね、うん、いけるかもなって思ったね、うん、まあ、せっかく取ったね、こう J リーグでもトップクラスの選手たちなので、うん、そうね、まあ、どっかで使っていくのかなっていうイメージですね、うん、はい、はい、であとフォワードで言うとね、結構根本選手とか、うん、さっき言った鈴木選手とか、うん、若手がこう入ってきてるんで、はい、このウェリントンとか、うん、町野とか、はい、大橋選手とか、うん、まあ、この辺の争いにどんだけ絡んでくるのか、うんうんうん、まあ、大卒根本選手とか、うん、もう1年目からバリバリやってもおかしくはないんで、そうね、うん、そこは期待したいですね。フォワードが熱いね。熱いね、これうまく絡めば、うん、本当に中位上位とかも狙えるんじゃないですかね、はい、うん、はい、というところで、はい、スターティングメンバー予想しました、はい、何か異論等あればぜひお願いします。お願いします。はい、はい、ポイントの方に行きたいと思います、はい、今シーズンのポイントですね、うん、やはり先ほども申し上げたんですけど、うん、得点力アップの予感ですね、はい、うん、2021年シーズン総得点は36得点で、はい、リーグ15位、で総失点は41失点でリーグ12位です、はい、でチーム最多得点はこうウェリントンの6得点、はい、谷選手 もうレンタル延長が決まったし、うん、ディフェンスの有力選手の移籍もあまり見られずに、うん、でさらに名古屋から米本選手、うん、鹿島から長木選手と、はい、まあ、守備的なところで言うともうすごく贅沢すぎるぐらいの補強があった、うん、いやいや、充実も充実です、ね、はい、あとはなんか得点力をこう上げることさえできれば、うん、まあ、さらに上の順位っていうのも狙えるんじゃないのかなっていうことですね、はい、そうね、だって総失点でリーグ12位ですからね、ですね、うん、あとは得点を上げていければ確かに、うん、でそこに比例するように絶対失点も減っていくと思うんで、はい、うんうん、同じようにね、はい、はい、でフォワードで言うと今回4人獲得してますと、はい、鹿島レイソルからはもうすごく得点力の高い瀬川選手、ね、瀬川選手、鹿屋から根本選手、はい、で身長根本選手183センチもあるフォワードで、はい、うん、裏抜けもすごく上手と、うん、で昨シーズンはルヴァンカップでもゴール決めた、はい、もう実績はバッチシなんで、うん、あとここがハマれば、うん、バッチシかなと、はい、で阪南大学からはね、先ほど言った鈴木選手、鈴木選手、うん、まあ、選手権でいうと全国大会でね、うん、3試合7得点で結果を出してます、はい、まあ、プリンスでも言ったように12得点で得点、はい、なんで、うん、まあ、フォワードとしてはすごくいい選手取ってます、さっき言った若月選手もそうですし、うん、なんで名護選手、石原選手は抜けて、うん、ちょっとこう、まあ、戦力ダウンもあるんですけど、うん、まあ、本当期待の若手と加入が合ってるので、うん、まあ、得点力アップできれば来シーズン10位以内っていうのも狙っていけると思いますし、うんうん、まあ、それから若手のフォワード取ってるので、うんうんうん、来シーズン以降につながっていくんじゃないかなと思います、はいはいはい、まあ、こういったところが湘南の来シーズンの順位を決める部分になってくるかなと思います、うんうん、はい、というところで湘南ベルマール今回まとめさせていただきました、はい、ぜひね、他にもこういうポイントがあるとか、うんうん、この選手に期待してますとか、はい、ぜひ教えてもらえれば幸いです。お願いします。はい、今回も長い動画ご視聴いただきありがとうございました。ありがとうございました。また次の動画でお会いいたしましょう。バイバーイ。